皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベグです。パズドラ実況をやっていきます。というわけでエヴァコラボガチャ第2回目やっていきましょう。というわけで狙うのはトントン、はい、シンジです。でーん。もうね、シンジを狙うので、まあ気軽に見ていただいて結構だと思います。これ銀卵ですよね。銀の卵なんで、まあ、軽い気持ちで引いて、軽い気持ちでシンジ出しましょう。で、なんで欲しいかというと、スキル水泥、気を水にで、回復を闇に変化というこのスキルですね。このスキル覚えておいてください。このスキルを覚えておいてください。私の今最高に大好きなこのチーム、そして最高に大好きなキャラクター、水着パンドラちゃんのリーダースキル、水か闇を4個以上つなげると攻撃力が上昇。これです。もうこれにぴったりすぎるスキルを持ったシンジ君を私はゲットしたいんで、狙っていきます。やりましょうか。まず1回ね、これ多分ね一発目寝てる気がするんで、1回目でまあこれ落ち着いて宣伝しましょう。今日はね、コメダコーヒー店の、まろやかミルクコーヒー、これね最近結構飲んでます。あの白のひとときもいつも飲んでるんですけども、同じぐらいこれもおすすめできます。甘い、甘くてうまい。じゃあ軽い気持ちでいきましょう。意思がいっぱいあるのは気にせず、これあのね、次のアンケート、ゴッドフェス、これに備えて、バステドちゃんを引くために、これに備えての意思なんで全然気にせず、軽い気持ちで皆さんもね、ゆっくりと見ていただければ結構ですんで。じゃあ1回目いかせていただきます。失礼します。嘘やろ。この待って、めちゃめちゃ嬉しいねんけど、これどうなんこれ。俺だいぶフラグ立てまくりまくってんけど、シンジエヴァゲットです。やった、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。じゃあもう一回やろうか。もう一回行こうか。ビビったー、マジで。もう一回引いて、で金出して、これで綺麗に終わりましょう。いやいや、めちゃめちゃ嬉しいわ。これで一気に強くなんねんけど、うちのパーティー。じゃあね、ここにね、スヌーピーがいるんですけど、このスヌーピーがいることであって、画面がね、明るくなるんで、これご容赦ください。じゃあね、いつも、この彼に、引いていただいてるんで、もう一回引いてね、綺麗に金の卵出して終わりましょうか。では、失礼いたしまーす。いくぞ、それ。これね。おしよしよしよし、でも新キャラよしよしよしとしよ、よしとしよ、いやいや嬉しいね。ここにセッティングしてカールくんです。どんな感じなん、攻撃タイプと、あ、回復力も上がるの、これめちゃめちゃええな。この攻撃タイプってね、回復力全然少ないんですよ。んでね、一応もう一個パーティー持ってて、これね、攻撃タイプのパーティー、ミサスさんをね、前回、ゲットして結構育てます。ただね、究極進化はね、エンジョリットかなんかがいて、結構無理。もう進化の、ガチャで引かな無理ですね。友情ガチャでね。で、あの子、カオル君別にこの、ドラゴンライダーとか、これか。あ、でも火やからな。まあいいや、でもめちゃめちゃ嬉しいな。よし、じゃあ早速、そう、これね、どっちがいいと思います？クラピカ、これめちゃめちゃ強いんですよね。この敵の攻撃頻度かなりというか、これやばいぐらい強いんですけど、言うてもそんな使える時がないんですよね。そのまま、ボス戦に行っちゃうことが多くて、22ターンいるんでね。なんで、この子を外すか、もしくは、ハクちゃん。これめちゃめちゃスキルが、めちゃめちゃいいんですけど、火と水と闇に変化。ただ、ステータスが、いまいちなんで、まあ、闇を外すことになっちゃうけども、ミニハクちゃんを、シンジに変えるか。というところです。とりあえず一回、シンジここに入れましょうか。いやー嬉しいなー。ほんでね、ちゃんと私準備してるんですよ。シンジ。これね、シンジを、
選択してまとめて追加。さあ皆さん一緒にじゃあシンジが成長するとこも見ましょうか。これいけへんかな、レベル50やろ確か。こんなんで無理？いくやん、18万も余ってる。あ、いけるいける、よしよし。まとめて追加押して18万余ってるってことは、お、3万5000余り。お、これでいいん、これでいいん。よし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 。じゃあ行きます。合成開始。準備しとったんすよ、私ね。ててて、ててててててて。スキップ。すいませんでした。んで、やろ？で、進化。すいませんね、こっからガチャ全然関係ないんですけど、これちょっとこの、シンジ君の、成長具合見ましょう。ちゃんと準備しております。さあ進化させる。嬉しい。かー、大成功とかないんかな。一気に究極いってくれへんかな。でまだあります。私の準備力をなめるな。どこいた、いたいたいた。ほらもうほらわかるやんね、これ。皆さんね、パズルやってる人はちゃんと画面が映ってるってことは、彼の映像が映ってるってことは、究極進化までいきます。ダーン、これ覚えさせたい。特に2体攻撃やけど、まだまだ先いきます。これで闇もつくんすよ。なんでかなり使えます。選択、一気に究極進化ターン。めっちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。超激レア。そしてそうそう、経験値も一応もらえるじゃんね、これね。やめてててて、はい、いいよいいよ。ほんで、さらに、まだ、まだ、私の動画にお付き合いください、皆さん。ただ、ただ育てるだけのあれやけどな。水どこ行った？あ、これ究極進化か。こうね。んーで、ごめん。上らへん行って、どこやどこや。シンジ、あ、じゃあ、シンジ。まとめて追加。おい、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 おい。48万え、ドカーン、ドカーン。まだちょっとおるけど、育てれるやつね。ドーン、1200、一人とかちょっと低いけど、めちゃめちゃええやん。ちょっとまあ、このぐらいで強化を終わらそうか。どうすか、どうすか、このパーティー。クラピカの、まあ、あのスキルすげえ強いんですけど、使えるダンジョンがね、ちょっと少ないので、そしたらもう攻撃的になってね。12ターンでいいですからね。12ターンで、どんどん攻めていくというパーティーいかがでしょうか。いや、めちゃめちゃ嬉しいわ。でね、これツイッターで教えてもらったキャラクターなんですけど、ドロップでね、かなり使えるってことで育ったら本当にめちゃめちゃ使えました。ありがとうございます。回復を闇に変化なんで、パンドラちゃんの、光を回復に変化させるの後に使うと、もう闇染めできますんでね。めちゃめちゃ気持ちいい。いやー、これ結構強いんじゃないですか。やったー、めちゃ嬉しい。すいません。全然ガチャ動画言うときだからガチャ全然してないけども、目的のキャラクター、シンジをゲットしてきました。めちゃめちゃ私喜んでます。本当に嬉しい。じゃあ、どうせやったらダンジョンね、今前積んでたね、星空の神域を、なんとか2個クリアして、ここまで来てます。ね、100万ぐらいのボル系のドラゴンとかいうやつをワンパンできるぐらいのね、パーティーに育ってきてくれます。めちゃめちゃ嬉しいです。踏んでね、テクニカルはここ。リーダースキル無効っていうね、なんかすげえ、僕的には、なんやねんこのダンジョンっていう。一番リーダースキル面白いとこやんけっていうところをね、削られてすごい、悔しいんですけども、多分コンボとかね、あと覚醒スキルかな、その辺をうまく使わないと難しい。単純にまあ、コンボですね。うまくないとダメなダンジョンでね、私にはまだまだ厳しいんですけども、この辺攻略頑張っておりますので、ぜひぜひ皆さん応援お願いします。ね、あといつもね、フレンドさんでね、僕がパンドラをね、使ってるんで、パンドラちゃんにしてくれてる方とかで、あと闇のキャラクターをね、使ってくれてたりね、すげえ助かっております。本当に助かっております。めちゃめちゃありがたいんでね、ぜひ、そのままリーダーは置いといてください。というわけで、次回、多分ね、アンケートゴッドフェスっていうのがあって、おそらくね、バステトちゃん絶対選ばれると思うんで、そのバステトちゃん狙ってます。私の一番でもないか。パンドラと、双璧をね、なすぐらいの好きなキャラクター2人、パンドラちゃんとバステトちゃんに言いますね。バステトちゃんゲット目指します。よかったら、高評価、コメント、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またツイッターもやっておりますので、リンク、
下の概要欄のところに貼っております。よろしくお願いします。ちょっとどうしたい、こんな動画でええんかな。最後にじゃあ乾杯しよっか。シンジに乾杯。ティーン。ご視聴ありがとうございました。心リンクゲームズのベイ君でした。シンジゲット。それではまた次回、バイバーイ。ありがとうございました。